はい、あいくらくらです。今日はですね、コオロギをね、買ってきたんで、それを飼育ケージに入れていく動画をお見せしようかなと思います。一応飼育環境を、これね、これなんで土入ってるかって言ったら、コオロギの産卵床ですね。ここに卵を産んでもらってコオロギ植えてもらおうと考えてますけど、うん、別に増やす気はないんで、一応入れてるだけですね。成虫は、コオロギのね、成虫は買ってきてないんで、まあ増えはしないと思います。とこれね、水飲み場ですね。これ結構優れものでいいっすね、これで、これ餌場、爬虫類用の餌場ですね。ちょっと餌入れてないんですけど、まあまあこれ使っていきます。コオロギね、湿度を出すとすぐ死んでしまうんで、まあ湿度は出さへんように買っていきますね。とりあえずね、じゃあ袋開けていこうかなと思います。こういうふうなね、紙パックで詰められてます。大きさは2種類買ってきました。成虫の1個手前のサイズと、もう結構幼虫の方、小さい方買ってきてます。一応こうやってハサミ入れて、いっぱい出てきよるんで出していきましょう。こうやって切りますね。分けたら出てきはると思うんで、あ、これでかい方やわ。でかい方ですね。何匹買ったかちょっと忘れましたね。こうやってペン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 とコオロギ入れていきます。全部出たかな。はいよ、これで全部出ました。これね、一応なんやろ、タランチュラの餌とメンフクロウさんに食べてもらおうかなと思っておりますね。あと1回ぐらい脱皮したらね、成虫になるようなサイズですね。で、もう1個サイズ買ってます。これはね、結構小さいサイズですね。ハサミを入れてコオロギに入れていってもらおうと思っております。ね、こんな感じで、これは割とちっこいサイズ、小さいタランチュラ食べてもらおうかなと思って買ってきました。何匹買ってきたかちょっと忘れましたけどね。これで全部出た感じです。ちょっとコオロギ拡大して見ていきましょうかね。こんな感じで入っておりますね。まいっぱいいますけど、こんな感じですね。まあこんな感じで買っていきたいと思います。いっぱいおるんですけど、うん、あと餌はね、作っていって、それを入れて食べていってもらおうかと思います。一応餌ね、見ていきましょうか。食べてもらってる餌も一応紹介します。一応ね、食べてもらってる餌はこれね、メダカの餌と、ラビット、ウサギの餌を、ブレンドして食べてもらってます。ギリアやと別にメダカの餌はいらないんですけれども、イエコの場合は
メダカの餌をちょっと混ぜないと、タンパク質を取らせないと共食いをしてしまうんで、一応ね、このタンパク質を混ぜるような感じで、メダカの餌混ぜてます。一応ね、さっきのメダカの餌とウサギの餌をこんなに混ぜております。混ぜて、これでフードプロセッサーで砕いてしまいますね。はい、一応ね、ミキサーして、細かくしたものを、準備しました。で、これをここの餌台のとこに入れてあげれば OK ですね。これで一応餌確保してきたんで、まあ食べていきはると思いますとね。あと水切れだったらすぐ死んでしまうんで、水切れの、水間の方も準備してますし、これで一応セットは完了です。はい。こんな感じですかね。ちょっと卵パックの数が多いんで、減らしとこうと思います。はい。低い方を減らしておこうかな。ということで。一応卵パックね、古い方をカットしたんで、一応コオロギのね、飼育ゲージの方のセッティングは完了しました。はい、今回の動画はね、以上です。まだね、いろんな動物の動画上げてるんで、見ていただいたらありがたいです。あとね、チャンネル登録していただければさらにありがたいです。